回まひろとももあとえみとゆあとりーちゃんりーちゃんとゆあなです。イエーイ。今日はジュナの妹のりーちゃんに遊びに来てもらってます。イエーイ。ということで、今日はリズちゃんをお招きしてケルたちにリズちゃんと遊んでもらおうと思います。はい、頑張ります。制限時間は5分。最後にリズちゃんに誰と一番遊ぶのが楽しかったか決めてもらいたいと思います。イエーイ。それでは、どうぞ。こんにちは、ももです。ちょっとビジュアルいいんですけど、リズちゃんのおもちゃを買っていきたいと思います。もうちっちゃい頃絵描くの超好きだったから、うん、お絵描き道具を買って一緒にお絵描きしたいと思います。まずは自由帳ですね。あ、自由帳買って、これシールとかペタペタ貼ったらいいんじゃない。うんうんうん、 あんじゃん。じゃあクレヨン、あとシール。そうだね、シール好きだったね。シールも好きだったな。服とかあるね。これ絶対かわいいじゃん。かわいい、てかめっちゃあるの、ね、種類ね、やばいね。一品でこなせるんだ。いいじゃん、いいじゃん。はい、ヤンモアはこれでリズちゃんと遊んでいきます。こんにちは、モアです。じゃあ、リジュちゃんと遊んでいきたいと思います。マジマジ。じゃあ、アラームかけます。よーい、スタート。ね、お絵かき好き？うん、うん、お絵かき好きだから一緒にお絵かきしたいなと思って、自由帳とクレヨン買ってきた。お絵かきしよう。うん。じゃーん、お絵かき。紫、いつも何描くの？公園とか描く。公園とか？公園描くの？うん、いいね。お、なんだろうな。分かった。何？滑り台。正解。すごいね、上手。何が一番好き？ブランコ。ブランコ？わかる。平和だな。何かわかる？シーソー。正解。え、マジで絵うまいんだけど。え、うまくない？上手って言われるんでしょ、みんなに。シールも買ってきたんだ。貼る。貼る？貼ろう。え、ここに貼るか、この表紙に貼るか、どっちがいいかな。こっちに貼る。こっちに貼る。うん。紫やった。え、紫好きなの？うん。気持ちいい、ペラペラ。ペラペラ。しない。しないんだ。うん。じゃあ一緒に貼ろう。一緒に貼ろう。リージュって貼ったよな。リージュちゃんってさ、うん、わかんないか。 R とか聞こうとしたんだけど、 R R I J, J I U, U じゃない JU JU。センスいいよね。タイムアップです。じゅじゃあ完成しました。リジュちゃんのリジュと、あとこっちに公園を描いてくれた。めっちゃ上手、本当に。
丸かきしたかったですね。ということで、おまでした。はい、ジュナいかがでしたか。すごい、なんだ、平和でした。平和でしたね。おまちゃんすごい保育園の先生みたいでした。今からリジュちゃんと一緒に遊ぶおもちゃとかいろいろものを買っていこうと思います。何かを急にわかんないんだけど、え、何、遊ぶものを買えばいいの。え、そう、あったあったあった、あ、リカちゃんあんじゃん。え、すごくない？すごいすごいすごい。かわいいかわいい。え、かわいい。結構エリーちゃんで遊びそうじゃないですか。うん、エリーちゃんめっちゃ遊べそう。エリーちゃん絶対遊べる。喜びそう絶対に。なんかこのエリーちゃんに絞ってもいいかもね。エリーちゃんに絞ろう。うん。そうしよう。これなんだろう。私はエリーちゃんで戦う。エリーちゃん一択でね。エリーちゃん一択で戦う。絶対5分で遊べるもん。はい、じゃあうちはこれで挑みたいと思います。絶対喜んでくれる。こんにちは、あみです。じゃあエリーちゃんで遊んでいきます。エリーちゃん持ってるんだっけ。うん、持ってるね。したらじゃあ5分測ります。よーい、スタート。好きなの選んでいいよ。はい、めっちゃ動かない。好きだな、マジで。可愛くない、これ。うん、見て、かわいいよね。開けていい？どうしたの？どうしたの？どうしたの？そういうこと？うん、裸になっちゃうから。実際で裸になりますよ。うん、そういうこと。おお、コンプラ、コンプラ気にしてるよ。コンプラ、コンプラ気にしてるよ。一応タイムアップです。はい。うん。お、かわいい。お、くそっと。かわいい。ちょっとかぶれないね。これ髪の毛さ、前にさ。はい。いけ。ねえ、エリちゃん顔見えない。これやりたかった。ね。やりたかったね。青の方がいいな。青かい。あ、かわいそう。かわいそう。頑張れ。
はい、ジュナ、アイミーのターンいかがでしたか？アイミーちゃんは自分も一緒になんか楽しんでるタイプだなって思いました。すごい楽しそうね、全部楽しそう。こんにちは、ゆあなです。はい、じゃあ今からリジュちゃんと遊ぶおもちゃを見ていきたいと思います。こんな喜びそうですよね、ちっちゃい子も何にえ、でもこれだったら遊び方がわからんから。ぬいぐるみが好きなのリジュちゃんは。ぬいぐるみ好きそうなんですけど、うん、でもぬいぐるみって言ってもかわいい。あ、あんじゃん、あんじゃん、目の前に。え、かわいくない？てかこれ、え、下見て、下。え、かわいい。よいしょ。いいじゃん、2つ買ってもいいしね。絶対喜ぶじゃん。この辺も楽しそうだけどね、ボーリング。あ、ボーリング倒したらゲットみたいな。あ、いいじゃん。え、楽しそうですよね。うん、頭いい、それ。なんか、あ、え、ピコピコピコえ、いいじゃん、これ面白そうですね。いいじゃん。じゃあユアはこのピコピコハンマーとボーリングでリジュちゃんが勝ったらぬいぐるみプレゼントっていう遊びをやっていきたいと思います。めっちゃいい。なんか楽しそうですよね。楽しそう、ね、頑張ります。こんにちは、ユアナです。じゃあ今からリジュちゃんと一緒に遊んでいきたいと思います。じゃあ5分、よーい、スタート。じゃあまずリジュちゃん、これやり方わかる？うん、わかる。これで大くポーッとしたら頭が跳ねるから、これで勝負が勝ったら景品があるかもみたいな。だから3回勝負な。 OK、 よーい、スタート。
んだ。何が一番好き？これよかった。これじゃあ3個とも全部プレゼントします。ありがとう。いいね。かわいい。ちょうどお、キンキンカ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 ン、パイナップル。じゃあイアのターンはこれで終わりました。りーちゃんどうだった？楽しかった。楽しかった。よかったね。いっぱい増えたな、ぬいぐるみ。うん、ラミちゃんも一緒に今日は家にいっぱい連れて帰ってな。じゃあバイバーイ。ジュナどうでしたか？楽しい。リジュともリアナもともと仲いいんですけど、ちゃんと楽しんで遊んでる感があったなって。実際ジュナがちっちゃい子だったら楽しいような宝探しみたいなやつだったり、お人形もらえると嬉しいのでいいと思います。こんにちは、ゆあです。今日今からリジュちゃんと遊ぶおもちゃを選んでいこうと思います。ちょっと今日声枯れてるんですけど、まあ選んでいきます。やっぱなんかおままごとが良さそうですよね、女の子やし、うん、一番さなんか好きな時期だよね。しかもゆあもおままごとセットめっちゃ持っとったような気がする。まあでもこういうの面白そう。キッチン系、あーいいかも。これにすっごいいろいろ入ってんだけど、え、これすごくないですか？何が入ってたのこれ。あ、いいこと思ってた。お弁当作りしてよくないですか？え、いいかも。桃子とやからちょっとちっちゃめの方が可愛くできるかも。こんなんとか、え、なんかこっちの方が映画とか買い取ってなんかピクニックっぽい、おしゃれだね。おしゃれな感じ。なんか四角の方が組み合わせができやすそう。うんうんうん。え、これにしよっかな。お、おにぎりある。ほんとだ。これちょっとペットのおもちゃやけど、え、これいいかも。よし、これもこれもいいの見つけた。今はこれでリリーさんと遊んでいきたいと思います。今日もパワー、ゆあでーす。声が枯れてる。今からリジュちゃんと遊んでいこうと思います。イエーイ。そしたらタイム5分でセットします。よーい、スタート。じゃあリジュちゃん、今日はさ、おままごとで遊ぼう。で、最後お弁当として完成形みたいな作ろうか。うん。じゃあさっきにこれを開けます。これ分の納豆引っ張って。すごい。何これ。このテーブルが入る。おー、見て、キッチンやろ。あ、お、組み立てれる。うん、こんな感じ。じゃあちょっと開けていくね、こっちで。タイムアップです。早かったな。時間かかったな。難し
どうやった？楽しかった。楽しかった。これさ、完成せんかったな、これ、うん、の、ペットユニせーの、バイバイ。はい、ジュナいかがでしたか？面白かったですね。見てるこっちも面白くなりました。一番面白かったとこはどこ？え、リジはペットじゃない。名言みたいに言ってくれたら本当に。はい、まひろです。まひろも今からリズちゃんのおもちゃを探しに行きたいと思います。え、でもなんかギャルになりたいのかなって思って、なんか5分でできることもっとギャルっぽいものにしたいんですけど、絶対さ、うん、こういう遊びの方が楽しいと思うんだよね、うんうん、まひろ的に。あ、オンじゃん、エクステ。え、しかも見て、ワントッチで、あ、すごいいいやないですか、こういうの。じゃあこれでネイルがダメだった。5分ってやばくない？うん、うん、難しいです。 何が好きなのか分からない。で、一旦おもちゃのコーナーもう一回行ってみる。うん、見てないでしょまだ。全然見てない。結構すごいよ。ここら辺、うん、おままごととかあるしさ。楽しそう。え、指輪かわいい。指輪かわいいね。指輪ちょっと、え、ねえねえ、絶対楽しいって。これ見つけちゃった。ブレスレット作り。え、星の方がいいかな？ハートの方が可愛い。色的にハートの方が可愛くない？指輪やってクシつけたらこれ作ったらもう、え、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、完璧です。はい、たまひろはあのおもちゃ系とかではなく、リズちゃんをもうちょっとギャルにしようからみたいな、ギャルちゃん計画にしたいなと思って、こういう紙につけるやつとか指輪とか、これとかも遊びながらそのブレスレットを作っていくっていう、ちょっと人と変わったことをしたいと思います。はい、まひろです。早速遊んでいきたいと思います。じゃあ行きます。よーい、スタート。ごめん。え、じゃあさ、これうわびっくりしたね。じゃあこれを最後につけよう。これやろう。うん、見て見て、すごくない？怖くない？これそう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 、それをつなげていくの、どん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 。これ楽しい？面白いと思う？思う？うんって言ってくれてるだけ？ちょっと思ってくれてる？なんかメンヘラみたいな。そうね。これ楽しいんだけど、マヒロが楽しい。リジも。かわいい。なんかすさんだ心に響く。普通に最近嫌なこといっぱいあったんで、なんかこういうマインドで生きようってなんかちょっと尊敬してる。いくよ。え、いける？見て、マヒロ手震えちゃうの。中毒で。あ、じゃあね。ひろくれんの？いけるかも。なんか僕はしちゃいそう。うまい。壊れても大丈夫だよ。かわいい、見て。取る時大変そうだけど。え、いらないの？くれるの？優しいね。じゃあこれもつけちゃおう。かわいいの、キラキラ。これインナーからやりますね、じゃあ。ちょっと待って、どういうこと？ひろ、細かい作業できないの。無理かも。てか超サラサラだからさ、あー滑るかも、ね、滑るかも。え、引っかからない？いける計画終了です。イエーイ。どう？いいんじゃない？うん。うん、はい、以上まひろでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はい、じゃあジュナマヒロのターンどうでしたか？どうしよう。女の子が楽しめることをたくさん知ってるんだなって思いました。はい、旅が終わりました。イエーイ。みずちゃん、どのお姉ちゃんとも一番楽しかった？
こは。いいよ、このお姉ちゃんとかでいいよ。これ見ない方がいい。目つぶろっか。うん。お、目開けてください。指さしてごらん。でもみんなそれぞれ遊び方が違って見てるこっちは超楽しかったです。もっと遊びたい。かわいい。かわいい。死んじゃう。もうなんか悪いことはできないね。なんか酒飲めないわもう。リジちゃんとこんな遊んだ後はい、連れて帰りたい。かわいい。癒される。なんかもう寿命伸びたわ。寿命伸びたよね。1ヶ月ぐらい寿命伸びた。明日も生きようと思えた。免許伸びたらそれ。リジュちゃんと遊んでみてみんなどうでしたか？感想。マジで癒された。いやもう癒しでしかなかったです。すごいしっかりしてる。そう、びっくりする。受け答えとかさ、ちゃんとなんかハキハキしすぎやね、本当に。すごい。マジでスイちゃんやってほしいよ、もう。自分がこの年の時とか全然こんな感じじゃなかったです。スイちゃんって誰？スイちゃん？椅子の町のコッシー知らない？サトさんとか。知らないよ。知らないか。青いやつ。あ、そうやつ。そう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 。スイちゃんあるよね、だって。やっほーって。スイだよって。スイだよって言ってみて。じゃあリズちゃん今日はエスクに遊びに来てくれてありがとうございます。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と、よろしくお願いします。バイバイしよう。いくよ。せーの。